ゆうももチャンネル始まるよ。寂しいの今日はママが体調悪いので、今日は岩がカレーを作ります。切るのはもちろん子供の包丁で切ります。じゃあ作っていこう。まず材料ここに入れて持ってきます。あとお水。お待たせいたしました。まだあるんだ実は。もう一回持ってくるね。すごいね、ちゃんとカレーの材料持ってきました。お、買ってきたんだよ。じゃあ頑張ってください。はい、優しいですね。ママは出かけてたんですけど、なんかだるいなと思って家帰ってきたら37度7分ありました。ちょっと熱があります。熱じゃん。いけない。バイバーイ。これから入れていきます。どんどん違うんです。なんか人参がすごい大きく見えるんだけど、なんだろう。うん、できないね、これ。あれ？いつもできんのに、なんか今日できない。できてるよ、大丈夫。あれ？できてない。なんかそういえばテレビでさ、あれ、人参のさ、皮むいちゃダメってさ、やってたかも。あ、やってたね、前にね。でもむいちゃうよね。むいちゃう、むいちゃう。できた。あんま食べたくないね、皮。食べたくない。ね。まあでも体にいいんじゃないの、その方。って言ってた。でもね、あの魚の皮食べれるよ。そう？そう。多分ね、それはね、食べれるね。あ、これ食べないと禁止。あ、そうなの。言われちゃう？うん、言われるね。なんかね、静かに片付けたりするとね、なんかある、ようやったことない。静かに片付けたり、こっそりとか。ようやったことないんだけど、なんかね、前にさ、なんか、やってる子がいたから。たら、何やってるんですかって先生が怒ってた。それでダメですよって言って、これ隠し事ダメですよって。隠し事ではないね、隠した。ママなんか元気じゃない。うん、頑張ってるんですよ。ママっていうのはね、熱が出ても休めないもんなのね。休んでる。いい玉ねぎよ。玉ねぎよく皮むいてくれるからわかるもんね。せーの。玉ねぎってなんかみんなむきたがるよね。なんで？ももちゃんもなんかそう。いや別に別にどこでもないけど。なんかこれすごい緩いのにさ、全然むけないんだけど。ちょっと洗ってこう。寂しい日々の。熱が高くなってきました。じゃあ体温計測ってみる。測ってみる。絶対ある。どう？まだ今測ってんだよ。心配なんだよ。優しい。もーちゃんが。本当？どこが？優しいんだね。優しいね。あー、もう眠くなっちゃったよ。できても起こさないで、私全部食べちゃうから。なんかちょっとここ全部白いんだけど、ここになんか線みたいになったから、これね、ずっと向けられるよ。向けられる。なんかこれすごい線ある、今日の玉ねぎ。次はジャガ、芋です。芋です。ちょっとジャガイモ結構時間かかりますよ。いいですか？お願いします。違うよ、みんなに聞いてんだよ。ママなんかに聞くもんか。ひどいよ。今は寒いだからさ、今はいいよね。次、何皮むいてるんですか？なんだっけ、これ言ったらなんだっけ。じゃあ、ゴミ捨ててきて、おごりのって。やだ。今は自分に捨ててきて。もーちゃんやるから。で、もーちゃん混ぜ混ぜする？はい、もーちゃん混ぜます。本当は混ぜるっていうのはカレーも工程にないんですけど、もうやることないな。お手伝いしたいからね。お、いいな。おいしいカレーができちゃう。これはできちゃうよ。これおいしいよ。ママね、元気出ちゃうかもよ。ママできたよ。すごいわ。なんとヨアが作ったカレーです。いや、おいしそう。いや、おいしい。これは絶対においしい。確実においしい。おいしい。うまっ。おいしいの、ママちゃん。いただきます。おいしい。最高。
岩が作ったから余計おいしい。最高。おいしい。次の動画も見てね。バイバイ。